っちゃ汚い。先日メルカリで購入したレッドウィング8875です。少しでも綺麗に履きたいと思い丸洗いをしました。今回は丸洗いした時の動画をお届けしたいと思います。今回の工程を簡単に説明しますと、リムーバーで汚れを落とす、洗剤を少し入れたぬるま湯に一晩つけ置きする、洗剤とブラシで汚れを落とす、乾かす、乾かしている途中に何回かオイルを入れる、乾いたら再度デリケートクリームを塗る、最後にオイルを入れてシュークリームで補色をします。だいたいこういった感じです。ではリムーバーで汚れを落としていきます。次に洗剤を薄めたぬるま湯につけていきます。汚れというか染料が抜けているんでしょうか、茶色く濁っています。水から取り出して洗剤をつけてブラシで洗っていきます。サドルソープを持っていないので常備している浴室洗剤で洗っています。この時点でなんとなく小綺麗になったような手応えがありますね。それでは乾かしていきます。乾かしている合間に形を整えたりデリケートクリームを塗りました。クリームを入れたんですが、完全に乾くと皮の裏側はやっぱりガサガサして乾燥しています。乾燥してかさついてるのでたくさんデリケートクリームを塗りました。乾いて数日経った後も皮はしっとりしていました。
たくさんクリームを塗ったせいか、乾いて数日経った後も皮はしっとりしていました。靴紐は近くにパイプマンがあったので、それを薄めた水につけて洗ってみました。結構綺麗になったと思います。最後にオイルを入れて補色して完成です。劇的な変化はないですが、少し綺麗になったように思います。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。